はい、田風でございます。今日もマイクラブやっていきたいと思います。メンツがバランしてますね。あとは金崎選手来たので入れてます。機会あれば使っていければと思います。皆さんこんばんは。本日の試合は AC ミラン対アルベジャーロサンシーロよりお届けしてまいります。解説は北沢さん、実況はどんぐらいでお届けします。さあ北沢さん、よろしくお願いします。相手の方、0と4、100台ですけど、勝率が 50% 超えますね。50試合ぐらいしかまだやってない。いやー、危ない。いや、カットされます。ちったな。カッサーノ。どうだ。いやー、ここすごい。オッケー。遠藤。裏に味方を走らせる。サイドに抜ける。いやー、なんじゃそれ。このボール見づらい見づらいよ。この序盤両取れる。まだ探り合いをしているような感じです。うん。やっちゃいかんな、そこ。ビトマン。アッサーノ。アレクシス・サンチェス。フリーだ。うわぁ、危ねぇ。今のは1点ですなぁ。このボールの、なんでこのボールにするのかなって思うんだよな。本当見づらい。スローインをカットを、これは読んでいました。あ、ずれてる。アレクシス・サンチェス。もう本当やな、俺このボール見えない。相手の人は見やすいのかな、あれで。キム・ヨンゴ、遠藤へ。なかなか敵陣に入れません。サイドを使う、オープンなゾーン。ここは読んでいました。マルティネス、さあ右へ預けて。オッケー。さあミランボールです。オッケー。岡崎から右へ。いやー、ちょっと無理だな。このスルーパスは通りません。オベカルジャーね。アッサーノ、裏へのスルーパス。遠藤、イヌイ。遠藤へ、ふわっとしたボール。ここはカットします。いや、アレクシス・サンチェス。いや、多少強引にも中央一人で仕掛ける状況。周りの味方はまだ上がりきっていません。スペース出ましたね。いやー、そこのワンタッチ目失敗した。もったいなかったね。このボールをカットします。キム・ヨンゴ。前半30分を過ぎたところです。ミランとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないでしょうね。いやー、当たっちゃうか。このボールはカットです。このボールに触ります。もったいな、もったいないね。ヤルモレン、
上フリーで受ける。開きましたよお前。どんだけ強えんだっつうのじゃね。カッサーノこのボールをカットします。マジか。ここはすぐ奪い返します。今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。無理か。形ができないな。ここは前線1人、周りの味方の選手はまだ上がりきっていません。スペースへ出す。これを読んで。いや惜しい。アレクシス・サンチェス、ここは繋がりません。惜しかったな。なんだそれ。ここでのパスは危ない。戻りましょう。アレクシス・サンチェス、ここは通しません。もう一つ前に行きたい。どうする。持った。マルティネス、ここで長いホイッスル。前半終了です。なかなかシュートまでいかないですね。ゼロ。前半振り返っていかがでしょう。今はまだ0-0なんですけども、内容はあまり良くなかったでしょうね、うん、なんかをしていかないと、はい、なかなかチャンスは広がらないでしょうね。なるほど。両チームスコアレスで折り返します。さあ後半早めに仕掛けていきたいでしょうね、はい、ここまで思うように試合をコントロールできてませんからね。そうですね。右サイドへ振ってサイドのスペースへ走らせる。ちょっと合いませんでした。ちょっとパスが長すぎました。残念。持った。アレクシス・サンチェス、AC ミラン、なかなか前にボールが運べません。縦にボールを送ります。裏に味方を走らせる。サイドのスペースを使います。頭まで来た。いいえ、ズラタンシュート。 OK。 いやー先生、試合が動きました。いやー、よく詰めてきましたね。いやー、いい反応でしたよね。セカンドボールをきっちり予想したポジショニング見事でしたね。さらにはオフサイドラインをきっちり見ている。落ち着きましたからね。素晴らしいゴールとなりましたね。先制ゴールを決めました。1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、はい、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。マルティネス、ここも堅い守りでボールを奪います。このセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めに行けたら最高ですよね。後半 1-0 の状況ってかなり失礼ですから、やられたら同点、決めたら安心という大事な場面ですからね。ロベルト・カルロス、うら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 、アレクシス・サンチェス、もう一度スローインになります。OKOK。おい、ホンダ。さあ、ミランボールです。これはなかなかこじ開けられない。さあ、右サイドから上がっていく。いや、上がってないな。味方を走らせる。前開きましたよ。オッケー、ナイシュー。2点目。ズラタン。追加点が決まりました。これで差は2点。よし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 。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよ ね。 そうですね。もちろんコースは狙ってるにしても、それよりもまずは気持ちで押し込んでいったシュートでしたよね。はい、いや、今日2点目のゴールです。さらに1点を追加し2対0としています。1点取った後、またさらに追加点、やべ、逆1点1回目では狙いとしては最高ですよね。
サイドのスペースへ走らせる。フォローいいですね。ここもしっかりディフェンスしました。遠藤、縦にボールをつないでいきます。岡崎、スペースへ出す。このパスが抜ける。チャンス来た。抜けてきましたよ。岡崎、おー止める。来た。よし、ハット。ナイス。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。こぼれ球に反応し、きっちり詰めていきました。いや、これはポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できて、初めてそこに入れますからね。たまたまじゃないんでしょうね。普通ならばオフサイドになっちゃいますから。やはり今自分がどこにいるのか位置を把握できないと、ここまで落ち着いて流し込むことができないですからね。見事ですよね。当然ハットトリックということになります。3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。まあ1点取った後またさらに追加点、そういった意味では狙いとしては最高ですよね。スルーパスを出す。この柔らかいパス、復帰に渡るシュートチャンス。これはなかなかこじ開けられない。長いボールを送ります。ムハンマド・サラ、マティアス・フェルナンデス。いやー止まないですね。この3点リードの状況で残り時間の戦い方としてどのような手段がありましょうか。もう時間を稼ぐ。いやーナイス。ナイボ容赦ない一発。岡崎、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。これは気持ちのいい一発が決まりましたね。はい、ものすごいボールスピードでしたからね。分かっていてもなかなか止められないですよね、今のは。わお。ゲームの主導権を完全に地球に収めています。ちょっとずれてたな。これは繋がりません。リトマ、クリホビアク。いやーじゃこれをカットします。
ということで、なんとか勝てましたね。はい、ありがとうございます。今年最後のアップになると思いますので、また来年もちょいちょい、上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。無敵御宮わっしょい、ありがとうございました。